パフォーマンス、パフォーマンスってのもなんか違うよね、やっぱり。まあ、威嚇、威嚇っていうか、ね、なんか、まあ、戦いにおけるやっぱりそういうのはやっぱ必要じゃん、そういう。そうなんかメンタリティーな、ね、やっぱ要素も必要じゃないですか、やっぱり。うまいこと言えないけど。面白いなお前本当に。だが教えてやる。世の中には踏んではいけない地雷があるということをな。あの5連鎖、この6連鎖はね、クマチョもでも打てないよ。今の神彫りは。クマでも無理。もう決定的にセカンド力がね違いすぎるのよ、俺と君とじゃね。わかりました。踏んでもいい地雷はあるやん、やっぱり自分でやっぱ越えられる地雷ってあるやんか。踏んでも何とか危機一髪大丈夫みたいな、絶対に踏んだらもう絶対痛い目合うっていう時代も世の中にはあるっていうのを、まあまあ、なんやろうな、まあ、そんなやっぱり若いうちからねそういうなんか夢を奪うことは言いたくないけどね、まあ、ちょっと注意した方がいいよね。でも現実としてやっぱあるから、そういうのってこの世の中生きていく上で、ね、まあ逆にそれさえ分かってれば、あ、ミスった。やばい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 。ここはもう緊急回避やな。鶴亀連鎖組もうとしてんねんな、相手。まあ狙いは悪くはないけどね。まあ、初心者にはおすすめしないかな。鶴亀って基本的にそのなんかファーストアタックで組む連鎖じゃないからね。まあでも彼伸びしろあるよ、全然全然伸びしろあると思う俺は。まあ、俺というやっぱ死に出会って彼も人生が変わるんじゃないかな。教えてやろう、これがクロスファイヤーって言うんだよね。え、なんで？面白いね。いや、君とはいい友達になれそうだったけど残念だな。気が変わった、やっぱり潰す。やっぱてめえは潰さなきゃいけない存在だ。やっぱ決めた、もう二度とぷよぷよできない体にしちゃおう。やっぱその方がいいっしょ、やっぱりね。だって必要ないじゃん、俺以外のプロラなんてさ世の中に。必要ねえんだよこの世界はな。強いやつだけが生き残る、それだけなんだよ。
はい、おしまい。あミスった。まあでも問題ないね。なに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 天才画像って何。うん、戦う相手がいなくなる。まあそしたらもう自分自身と戦う。うん、まあ、結局最終的に何でも極めていったらそうじゃない。自分自身との戦うやろ。だって何でもそうやけど、前傾していけたかもな今の。相手取らないんだけどね。何でもそう、やっぱ何でもやっぱ会えない、会えるのが大事。あえて働かないとかね、あえて何もしないっていうのは時として大事やからも、覚えといた方がいいよ。はい、ワイの勝ち。まあこれが最後かな。まあ手加減ねする必要もないやろうし、最後はとっておき決めて終わろうか。じゃあ僕のとっておきでね、下手したら死ぬんちゃう。うん、火力がありすぎて。言っとくか、俺の必殺技マジやばいから。おい、じゃあファイナルウェポン行こうか。まあ今のは正直ね、あえて負けた。うん、何事もやっぱ会えるのが大事。会えていかなきゃ人生。今度本出すから俺、あえて行く人生みたいな。会える人生、会える生き方の勧めみたいなね。おい、君面白いなほんまに。これがなんやねん、本当のエンターテイナーよ。なんかほざいてますけど、スルーでいいですからね、こんなんね。さあ、ショーの始まりだ。さあ、ショーの始まりだ。くてばれー。
まあ、最後は大連載決めたかったところだが、まあ、命だけは勘弁してやった。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。何、わざと接戦にしといて結局負けてたら、ね、意味ないですけどね。まあ力量的にも完全に俺が上回ってた、やっぱり。まあ俺は勝つって分かってたけど、まあちょっと最後は接戦だったな。そこは違うだろう、もうこれ。いや、俺だってその嫌やもん、茶番、なんかその、もう、ああ、もう終わりはよし。まあありがとうございました。まあでもね、彼やっぱ筋がある。筋がある、やっぱり。はい。はい、じゃあ、ちょっと待って、なんか、あと一人ぐらい待ってるやつがおったはず。ああ、こいつ。コイキングレベル21くんはね、長年のまあ付き合いがあるんですけど、まあ彼もね、そろそろ僕を超える存在にならなあかんねんけどな。だからマリカちょっとやるけど、ちょっと待ってくれ。お前ら俺が負けることを期待してたんやろ、どうせ。甘いわ。よろしくお願いします。行きます。10本選手行こう。よし、確かに俺が相手が勝てば、ギャラダスになれるんだろうな。まあ無理やけどな。お前はやっぱ一生コイキングのままでいるのがお似合いや。それを分からせてやる、この機会に。俺に勝ったら経験値が65,535 もらえる。まあ俺に勝てればやけどな。おしまいだ。何、負けたら引退って。別に引退してもいいよ、だって負けないもん、そんなん。負けたら引退でいいんじゃん俺。罰ゲームさ、だって罰ゲームが引退ってなんかあまりにも品がなさすぎやなってね。実力のない生主に限って引退しますとかね、うおーとか言って、そうやってね人を煽るけど結局せえへんやん。そのね、罰ゲーム引退とかさ、そうなんかコミュニティ消すとかね、そういうのは俺しょうもない。なんか別に負けても引退していいけど、そんな負けて引退とかじゃなくて、負けたらなんか存在そのものを、存在、まあ、自分という存在がもうなかったことにするとかね。
そういう戦いをしないと。何？なるほど。いや俺マジで引退詐欺だけはほんまに一回もやったことないで俺マジで。あ、ミスった。いやごめんごめん、これ、ま、これはマジ引退詐欺がその何を意味するのか分からんけど、少なくとも俺はそのなんかもうはっきりと引退しますっつって公言したことは一回もない。まあ、ちょろっとなんか引退をほのめかすような文章を書くとかね、そういうのはそのぐらいちょっとあるかもしれんけど、別にそれは別にね、あの引退しますってはっきり言うだけじゃないからな。うるさいなゴミ、誰がゴミじゃお前。この俺がゴミだと面白い。あ、今の消すんじゃなかった。しくじった感はあるけれど、まあこれでおしまいだな。これこれに負けたらポケボン引退するって、あーなんか言っ、いや言ったけど、まあまあ復活を希望する声が多かったから、まあ、復活しましたね。イテリノエマソードのこと知って失望した。だからあれはだからちょっと、ね、誤解、あれなお前何読んだか知らんけど、あれは誤解やねんって。俺別に今も浅森さんとは普通に分かる。近々あの浅森さんと多分コラボします、配信で。うん、お前が何読んだか知らんけど、あれはまあ俺も悪かってんけど、俺もちろん悪か、俺もやっぱ結構 悪かってんけど、その別にそんななんかなんていうの、まだや、いやもういいや、もうやめよう、もうなんか今さらもう何年も前のことを今さら弁解しなあかんのかって思ったら、なんかアホらしいからやめよう、もういや別にいいや、もうお前はこれでも食らうがいい。ゼウス降臨。そうなんかね、俺ポケモンとかはさ喋りながらできないのに、なぜかぷよぷよは喋りながらでもできちゃうんだよね。まあ、多分なんかやっぱ他の人と脳の構造がちゃうやろうな俺。俺ほんまね、喋りながら何かするのすごい苦手やねんけど、なぜかぷよぷよできちゃうんですよ。4人にもって。この頭を一番使うであろう、このぷよぷよというゲームだけなぜか喋りながらできてしまうんだよね。え、嘘？マジで？え、マジで？あ、無理か。無理なんや。あんまいい積み方じゃないなこれ。崩すか。お、なんかお前いきなり積み方してるな。先に何、折り返しから行くってか。折り返しと連鎖日から先に行くというのはいきな積み方をしてるね君ね。しばらく見ないうちにお前は偉くなったもんだな。いや俺だいぶなんか謙虚やと思うでほんまに。まあやっぱ配信だよね、そんなくなんかわーわー言うけど、
いや俺はかなり謙虚な人間やと思う。いやこれはほんまに俺おごらない。あ死んだ。俺人に対して俺ってすごいやろみたいな絶対しないもんマジで。そんな大嫌いもん一番。いや別に敬語やろ基本的に俺。いやワイは基本的に敬語で喋っとるやないかい。まあ、やけど、まあ、そこはやっぱねその何だろう、まあ、親しみ性を持たしたいって意味でだからここも会えるねんけど、まあ、あえてやっぱ標準カメで行かしてもらってる配信では。お腹痛。いやでも世の中ね、世の中歩いてるとね結構おるんよ俺すげえオーラが出てる人間って。確かにすごいかもしれんけど、なんか言えない。もう俺ってすごいみたいな思ってる人ってもうそこで満足してる感がなんかすごい高い。なんか小物臭っていうかね、俺はすごいみたいな、なんか嫌なんですよね俺。嫌じゃない。なんか確かにすごいけどねえみたいなってなっちゃわない。まあでもたまには必要だと思うよそういうの。自分をだから自分を褒めるのとおごるのとって違うからな。おしまいだよ。まだやるってか。いやろ、コッパみじんにしてやる。コッパみじんだ。そのなんか人を、なんやろうな、まあいや、なんでお前らはな俺がシークレットシューズ履いてるって知ってんねんマジで。なんで俺が底上げ靴をな履いてるっていうのがバレてんねん。やめろや。まあでもあれって別になんかかかとが上がるとなんかその分何あれが筋肉が伸びやすいから、まあ、健康にもいいねんけどな。やっぱ分かるもんなんシークレットシューズって。オーバーカウンター。いやそんな底上げじゃないけどね。そんな底上げじゃないけど、うん。まああれがその下のズボンがあのチドパンやったからあのねなんかそういう風に見えないのか。あ別に俺普段あの靴もなんかあのスーツの時しか履かないから別に全然うん。全然そんなあれでもないけど。基本だからだから俺スーツの時しか履かないんでねあれね。ちょっと対応してほしかったな。あ、はあ、別にチビそのチビいやチビとかね。
タグ消されて切れてるやつがいる。いやもうそんなん、お前が消されるようなタグつけてるのが悪いんやろ。知ったこっちゃないわい。知ったこっちゃねえな。知れないわ周りのことなど、私は私それだけ。夢見るの何も見てない、あらゆること俺今だ、今さらになって、あのバッドアップルの歌詞がね、なんか今の自分に響くねんな。あれ、あの刹那的な感じの歌詞じゃないですか。なんか今の俺に響くなのにね、あの歌詞が。僕も年なんですかね。母校が一時使ってた何々だなって口を誰のまね。いや多分それな、次長課長の河本のツイッターのマネやと思う。僕が一番最強なんだな。次のゴトウェスもまあ引こうと思う。うん、課金はするかどうかあれやけど、まあこの試合も僕の勝ちかな。はあ、また勝っちゃうのかな。誰か僕を止めてくれる人間はいないのかな。誰か俺を止めてよ。じゃなきゃ本当に全てを滅ぼしちゃうよ俺。いやだって五右衛門とか倒せへんもん絶対俺。だってあのね、一番簡単と言われるヘラ降臨ですら結構ギリギリやったからさ。しかも他のダンジョンってあれやろ、なんかテクニカルダンジョンやろ基本的に降臨って。あ、ミスった。無理やな。ネルの配信でお前の名前出た。それはネルさんが出したのか、そのコメントで出てただけなんか、どっち。そこが重要やと思わへん。ああ、勇者降臨とか、まあその辺とかやったらいけるかな。どうやろうな。でもあー、石川越えも結構簡単なんやん。いや、キングワルレン確かにね、あいつ強いよな。まあでもなんかね、ちょっとまあなんか面倒くさくて作ってない悪魔タイプやからな。あ、弟子さんまたね、対戦しましょうね。はい。今判断力がそろそろ衰えてきたな。あ、ミスター！ずれた！横にずれた今の。手元が狂い出したぞ。ぷよ面白いやろ。ちょっとマジガチでやろうぜぷよ。ちょっと待って、ちょっとここは、いやヘララッシュも多分絶対勝てへん。レッディゴー行っとこ見た、ありがとうございます。はい。いや弱いってまだ、だっていや、ちょっと今ちょっとぷよやってる、うん、すまん、ちょっとごめん、マリカで来た人ごめん、ちょっと今ぷよやんす、もうすぐマリカに戻るから。
あ、まだミス、まだミスだ。ちょっと待って、ちょっと、あかんか。本格的にあかん。こういうミスが続くとマジであかんから。でもちろん、ぷよぷよの勉強にはすごいなると思うよ。そんなん。だって俺強い、あ、強いっていうか、まあ、一応上級者やからな。うん。ちょっと今、ちょっとあかんけど。メガボーマンダもでもどう使うかやな。やっぱ結局ハイパーボイスとかになってくんのかな。恩返しでもいいけどちょっとなみたいな感じやろな。やっぱあいつをガチで使っていくならやっぱハイパーボイスとかあの辺やっぱ押し技でしっかりゲットしてってなるのかな。あ、動画宣伝来てください、してください、お願いします。レッドイトゴロン、ちょっと動画宣伝しといてくれ。おしまいだこれで。おお、まあそれか、まあ物理受けも多分主力地によるやな結局だから。まあでもハイパーボイスがやっぱりにがり貫通っていうなあれがあるのがでかいよな。にがり貫通はマジでかすぎる。あれはあれはほんまでかいのよ。まあそうだからその辺音系の技が流行ってるから、だからねその防音系の特性がね流行るかと思いきや、そんな別に流行るわけでもないもんな。そいつら使うなら他のやつが対策した方がいいみたいになっちゃってるのがなんかなっていう感じがね。あ、打ってくるわけね、そこで。おしまいだこれで。ワールイズエンドエンシェントドラゴンファイヤー、ありがとうございました。